こんにちは。忙しい人のための90秒レッスンタイムです。このレッスンではちょっと知ってると嬉しい豆知識やプチレッスンポイントをご紹介しています。ただし絶対正解というわけではないので、試してみて自分に合ってないなと思ったら忘れてください。それでは今回のレッスンはこちら。よりメロディックに聞こえるかっこいいフレーズ感の出し方を伝授します。よくなりがちなかっこ悪い例はこちらです。どこを直すとかっこよくなるか、ズバリ低い音から高い音へ移動する時の吹き方の工夫です。基本的には低い音ほどしっかり豊かに鳴らしてあげ、苦しい高い音ほど軽く乗っかるようなイメージで演奏します。このようにちょっとした工夫でかっこよく聞こえます。ぜひ試してみてください。最後まで聞いてくださってありがとうございました。まだまだ気になることがあるよという方はぜひお店に遊びに来てください。またね。